マリ山は、山梨県韮崎市と南アルプス市との境界にある、標高約1731メートルの山である。南アルプスの資料峰を山東側山腹に位置する。韮崎市西部にそびえ立つ、法王山の東側斜面にある、小さなピークである。尾根城にある、小さなコブであるため、独立峰とは異なり6の甲府盆地から望むと、山というよりも山腹にしか見えない。 それにもかかわらず、山梨百名山に選定されるなど、あまり山の名が知られているのは、例年6月に咲く、大規模な連月辻の群生地があるためで、山頂付近まで、山梨県道613号、あまり山公園線が通じていることから、アプローチも比較的容易で、シーズン中は大勢のハイカーで賑わう。近世には、入会地として利用され、山論も発生している。 まり山には、スキー場跡地があり、ニラサ町に住む山寺岩尾と、当時まり山の入り口に住む小林三郎と共に、まり山中腹を利用し、スキーが行えるようにした草刈りをし、スキー場として開拓した。30年期には、ニラサ高等学校で活躍した選手らや、ニラサ市出身の有機科学者、大村里氏などを、山寺岩尾が教え、現地にて、スキー大会や、 講習会を行うまでになった。現在では、スキー場跡地として存在しており、その場所には、山寺岩尾の石碑が、スキーのブーツと共に立っている。沢原地あまり山へ登る剣道沿い、標高約1230メートル付近の山腹には、山梨県では、数少ない高層湿原である沢原池がある。海の国史には、この池を舞台とするオロチにまつわる伝説や、 雨乞いに関連した民族が記され、また、南アルプス市や五島の農造池には、湾菓子伝説が伝わる。湾菓子伝説は、特定の場所において、借主が全腕の借用を願うと、翌日には、貸主が所望した数の湾を用意していたが、不心得者が湾を返さなかったために、湾菓子が中断されたという内容で、山梨県では、釜梨川流域に多く分布している。 農造池の湾菓子伝説は、池の主である赤牛が菓子主であったが、不心得者が湾を返さなかったため池を去り、天利山の沢原池に移った。天利山と山道入り口、天利山の連月辻県道の終点にある県営無料駐車場より連月辻群聖地を経て、山頂まで約15分。AB 各種サイト等には、 標高1731メートルとあるが、国土地理院、発行二万五千分一地形図には、山頂付近に1740メートルを示す、東高線が記載されていることから、この山の最高地点標高は1740メートル以上1750メートル未満である。なお、標高1672メートルとする案内もあるが、これは、あまり山東側に隣接する無名砲にある。 三角点の標高である。ありがとうございます。